私は遥、社会人1年目だ。今日の夕飯何にしようかな。リンが麻婆豆腐食べたいって言ってたな。あの、はい、この仕事きつくない？え、そうですか？うん、給料安いし、週1しか休みないし。まあそうですけど、うちは三姉妹の大黒柱なんで辞められないですね。俺この仕事辞めるわ。一応引き止めとくか、めんどくさいけど。やめないでくださいよ、寂しいじゃないですか。無理無理、マジであの社長うぜえし、俺絶対辞めるから。一応3年はやろうと思ってたんだけど、もう我慢できねえ。はあ、そうですか。うん、どうでもいい。まあでもいいんじゃないですかね、まだ若いですし。うん、俺絶対辞める。はあ、仕事辞めて。またか。責任ばっかり増えて全然給料上がらないし、今の仕事に目処がついたら絶対に辞める。めんどくさいなこの人。でも俺がいないと会社困るだろうな。誰も困らねえよ。仕方ねえからもう少し耐えてやるか。いいからさっさと辞めろ。あ、先輩お疲れ様です。お疲れ様です。ああ、お疲れ様。先輩って仕事できるよな。ね、よし、定時だし俺もそろそろ帰るかな。おはよう。おはよう。あー、仕事辞めて。もう挨拶みたいなもんだな。そういえば聞きました？あ、先輩仕事辞めたみたいですよ。マジで？そんな素振り全くなかったのに。はい、なんか仕事しながら転職活動してたらしいですよ。びっくりですよね。くそ、先越された。俺もすぐに辞めよう。はいはい。あー、仕事辞めて。頼むから辞めてくれ、うるさくて集中できない。12年やってまだ平社員とかマジやってらんねえわ。この会社人の人生を何だと思ってやがるんだ。お前のせいだろ。今回はマジだから。はいはい。すいません社長。ん？どうした？いや、俺仕事辞めようか迷ってるんですよね。またその話か。ケンジ、みんなお前のザレ事を聞くのに飽き飽きしてるんだよ。今日ははっきりさせよう。会社を辞めるのか辞めないのか。え？今決めて。いやいやいや、どうすんの？続けるの？続けないの？続けます。え？なんて？続けます。何？聞こえない。この仕事しかできないので働かせてください。はい。授業は終わり。また来てね。